ボールジョイントですこれのこの部分のゴムのブーツを取り外しますカッターでゴムのブーツを切り離すとこんな感じになります出来上がったものがこれですこのジョイント部分を利用して 塩ビのパイプに固定してありますここのところは自由に動きますこれがジンバルになるわけですねネジを通してスマホ用のホルダーを固定してあります簡単なホームセンターで売っている穴の開いた鉄板これを曲げて重りをつけてあります これは使い古したベアリングですね。まあ、ネジとかボルトとか何でもいいもんで、えー、重りとして使います。まあ、多少この穴が楕円になってますので、位置などを調整します。こんな感じに出来上がります、えー。取り付けてみた感じはこんな感じになりますね。まだ調整がしてないので、ちょっと傾いた感じになってますけれども、まあ、ここのネジとかここのネジを移動して、 水平になるように調整します微調整をして水平が出るようにしたものがこれですねまあ当たっちゃうと動きますけれどもこんな感じですねで持ち方は手で持ってここのネジの部分ですね このネジの部分を軽く触るようにして、えー、少し揺れ止めをするというような感じですねまあ本体が軽いので風などには弱いかと思いますけどこれでちょっと動画を撮ってみますもうちょっと早くお願いします ちょっと小走りでお願いします。